えー、マサートです。今はもう朝の9時ですね農家との編集でお送りしています、えー、ニース・インタク主にウクライナ情勢をしていますいろいろとお、まあ、予想もつかない予想されたかどうかわかりませんけど、えー、プリコジンの欄があってそれを後プリコジンの、えー、乗ったあプライベートジェット機があモスクワからサンペクトクに行くと中に、えー、その えー、そのワグネルのグループの首脳陣また兵隊担当また、えー、軍事担当の方そして機長含めて、えー、女性のあれですかね乗務員を含めて、えー、プライベートジェット機が落ちて、えー、謎ですね多分、えー、素人の考えではプーチンがその暗殺命令を弾の直後から下したということでタイミングいろいろ測って、えー、プリコジンがアフリカへ行って。 まあ、いろいろその会議も終わっての、えー、スロベキンも解任されてますけど果たして生きてるかどうかわからんですね、えー、刑務所に入ってるかあそんな感じでなかなかウクライナ情勢 えー、そのザポリージャ州でくさびを売ってますね、えーボボ、ボロティネが完全に解放したということが、えー、航空版の GF さんからのツイッターで、えー、来ました、完全に、まあ、解放したということで、ウクライナ軍が正式に発表してますね、あまあ、いろいろその残っているロシア兵をお、まああまあ、きちんと。 まあ、追い出してまたあ片付けてからの、えー、正式な解放ですねその後その南にある町「土、え、産、ー、TV」さんではちょっと名前が分かりませんけど奪還したということが載っていましたけど、えー、いろいろ、うんえー、まあなかなか昨日の ISW の朝のちょっとツイッター,、えーえー、ッターの 記事を見ますとななかなかそこの辺はあいろいろ、えー、アメリカの,その情報筋はまあいろいろとおニューヨークうータイムズかなあそのポストニューヨークポストとかいろいろその、えー、遅いとかあ、えー、マルポリがか陥落しなければ難しいとか言ってますけどまあいろいろとその見方によっては。 えー、このナリークボクに補給量がありますのでそれをたったらあクリミアが孤立化できるということでジョネツカさんいろいろなあその専門家が指摘して,きていますね、えー北の。なかなか北のクパンスプはあウクライナが頑張っていますね。はいえー、バックムトもアウディディカもマリンカもあ,あとおードニプルがあのヘルソンスのとかも頑張ってほしいですね。なかなかか、えー えーえー、新貿易研究チャンネルさんのまあそのなかなかチャンネルを見る、えー、余裕がなくて近藤さんも元気かなと,いうかと思,う思いますけどはい、えー、今日はあ w i t t ですねいつも拝聴してる「土佐 NTV」さんやあネットブルーカラさんのなかなか動画を、はいえー、拝聴する時間がなくて、えー、今日の朝少し「土佐 NTV」えー、トサン TV さんと晩の 黒板の G, G F さんのツイッタートを見て、えー、これを紹介して、ちょっとおおインプットインしてプットアウトしていきたいと思います。えー、先ほども言いましたように、えー、この黒板論論 G F 参加から、あこのだいぶ。です、えー 時間経ちますけどね。えー、ウクライナ軍がザポリージロボテチレのーの解放を正式に発表したということがツイッターに上がっていましたそして、えー、犬,犬ごめしさんからですね、ツイッターが、えー、ちょっと紹介していきたいと思います、えー、しかし、ト、えーまあ、幕ではロシア軍焦っている様子ですね。まあその 東のダムを6月中旬から採掘しているそうだけどどうせ、えー、ものダム破壊の準備やろ、まあ、いろいろと、えー、ロシアはダムを破壊していますね。えー ホリフカダムをはじめ、えー、そのザポリージャ州の先制の最初の反転攻撃の時でも上のダムを破壊して、えー、そういう作戦をとっていますね。はい、えー、それとこれのは1二時間後ですけど11時間後犬、えー、メスさんも、えー、連続、えー、お仕事でなかなか大変と思いますけど、えー、これはだいぶ、えー 11時間、12時間経った後のツイッターですね。えー、それですね、えー。人が足りないんですね。えーえー、まあログンロシア軍、えー。バクムト方面では、あ先日優位な位置に、えー、ウクライナ軍が押し,押し込みました。押し込みましたので。 えー、ウクライナ軍は、まあ、高いと、高調を抑えている上と下ですね、そしてアウディディカでもウクライナ軍があ押したとか、えー、南部戦線へ引っ込み、えー、抜,き抜きとか、えー、めちゃくちゃですね、ということですね、ツイッターですので、はいえー、それと11時間そして、えー、ク,パンクパンスク北部の金、お 新,新,新,寄で,す、ね、新ですね、あそこの北の森からではなくその東の開けた畑と道路道路上を通って攻撃し,して,きてきてますが。 ああの時を失敗してますね、えー、機動力が足りないんだろうということで他にも、えー、特戦隊の後ろにまた特戦隊がいるということがあまた犬上さんのツイッターで、えー、上がってましたけど、えー、なかなかこのウクライナ軍頑張ってほしいですね、まあ、いろいろとそのアメリカでは遅いとか言ってますけど、えー、まだまだ、えー、先に3名の方がウクライナ軍のお、まあ、優秀なパイロット。 のう霊かなあパイロットですね、衝突してから訓練の事故ですね、3人の方がパイロットが亡くなってますけど、残念ですけど、ウクライナもうまあ訓練中ですね、早く戦場に F16、16ベラえー オランダ、デンマーク等のまた戦車ではエイブラムスですね登場してほしいですね、えー、なかなか、えー、電撃作戦みたいに、えー、一気にというわけにいけませんけど、えー、チクチクと進んでいるまたたまねぎの皮を一枚一枚剥くように、えー、ボデロボティニーも完全に解、えー、放しましたのでその先、特幕もですね、えー、狙いをくめて特幕も、えー、まあ、えー アゾフ海じゃなくもうそう,そうですけど、えー、その内陸を走ってる北キルをたたい,いて、えー、クレミア半島を孤立化してクレミア半島解放またヘルソン州の、うん、東側を解放ですね、えー、陸路そのドクネツとヘルソンクレミアを遮断して、えーえー、ロシア軍をこの、うん、まあ 追いい、出すすべきですね。はいえー、このニース・ユンタク、えー、ウクライナの平和、ウクライナの完全な主権の回復ですね、えー、ソ連から独立した時の当時、えー、クルミア半島を含めてドネツク州、ルハンソク州、そしてザポリ州、ヘルソン州、うんクルミア半島をすべて、えー、解放すべきですね。はい、えー、一日も早くこの ロシアがウクライナか、ロシア軍がウクライナから、えー、撤退すべきですね。プーチンが始めたこの戦争、クルミア、えー、併合を始め、プーチンが始めた戦争、プーチンがやめやるべきですね。今日でもやるべきですね。えー、でもプーチンやめないですね。えー、プーチンを追い出すべきですね。ウクライナに栄光で。ウクライナを応援しています。えー、このニュース、ユンタク。マサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回のニュース、ユンタクでお会いいたしましょう。マサトとした終週刊月、パシャンプルジュ、シャロム、シャロム。シャロム